歌人として名高い西行は、元の名を佐藤憲清といい、裕福な家柄の北面の武士、すなわち宮廷に仕えるエリートでした。しかし若くして家族から離れて出家し、仏道と和歌の道を選んでからは、雅を避けて山里に住まい、世捨て人の暮らしを愛しました。さて、能のお話は、その西行が年老いて、京都西山に庵を結んでいる頃のことです。桜をこよなく愛する西行でしたので、西行庵にも見事な桜の木があり、これが人々に知れ渡って、次々に花見客が押し寄せる騒ぎとなってしまいました。並行した西行は、桜のせいで静かな暮らしが台無しになってしまったと嘆き、その気持ちを和歌に込めました。その夜、花の下でまどろむ西行の夢枕に、桜の木の精が白髪の老人となって現れます。そして花は無心に咲いているだけで、花には罪がない。迷惑に思うのは人の心だと悟しながら静かに舞い始めます。西行が目覚めてみると、桜の精の姿は消え、老いた桜の木が黙して佇むばかりでした。能の一部を宝生流の姉妹でご覧ください。もう